Aujourd'hui, c'est le vendredi 20 août. On commence la deuxième partie de Azuri Morning. Oyakazansu, minasama! 8月20日、金曜日、Azuri Morning 第2部スタートしたいと思います。ありがとうございます。はい、第1部に引き続きまして、私、Azuri所属、役者をやっております、役川康生と申します。よろしくお願いいたします。はい、まずはですね、こちらですね。はい。トレイルフレッシュ、室内の方空気洗浄しております。綺麗に保っております。そして、こちら、はい、番組への質問はこちらまで、アズパン、アットマークアズパン FM なってます。番組への応援メッセージ、ゲスト様への質問など送っていただきますと、その場で発表いたします。はい、そして番組応援の会、会員募集しております。特典生放送見学、応援する番組 MC とのイベント、生放送中テレビ電話、さらに鳥越アズリ FM はインターネット型テレビラジオです。見て聞いて参加できる放送局です。アズパンアットマークアズリンクドットコム。懸命に番組名を記入の上メールをお願いいたします。会費が1万円となっております。はい、詳しくはウェブで鳥越アズリ FM で検索お願いいたします。冠番組持ちたい、自社の広告番組持ちたい、番組応援スポンサーしてみたいなど、ぜひお待ちしております。鳥越アズリ FM で検索お願いいたします。はい。はい、それでは、早速第2部の方スタートしますが、失礼しました、こちらの番組は、台東区、台東区付近の活性化を目指し、台東区に特化した情報をさらに掘り下げる番組です。あずまにと覚えてください。私は金曜日を担当しておりますので、こちらも一緒に覚えてください。はい、今日もこの鳥越アズリ FM にゆかりのあるゲスト様を迎えさせていただきたいと思います。今日はリトルヤミー様です。はい、結構なんかあのメディアでも取り上げられている大人気のお店になります。はい、その前に、鳥越アズレフムではたくさんの方に応援していただきたいので、たくさんの方にもっと関わってもらいたい、もっと皆さんの力をお借りしたいと。それでスポンサーさんをまだまだ募集しています。好きな番組の応援や広告を出していただけるお店さん、企業さん、クリニックさんなど楽しい番組がたくさんありますので、よろしくお願いいたします、ね。それでは、ゲスト様をお迎えする前に、トリコエアズレフム、こちらの、動画のご視聴お願いいたします。そうです。初めて見た人は分かんないと思うので一応説明しておきますと、はい、総合リサイクルのこのね、買い取り業だったりとか、うん、小物よ、うん、小物を紹介。大物はダメなのかな。あ、ダメかもしれないです。まあ、小物、この古いものの、うん、まあでもお電話してね、聞いていただいたらいいと思います。あ、そうですね、それが一番分かりやすいです。そしてやっぱこれが一番遺品整理。これはね、難しいですから、やっぱその我々親族やってますね。そうだね。これをちょっと今読んでいただいたら、これだ、まあ、あれ真ん中にいるって、あの山内さんですか、これ。山内先生。うん、山内先生。高則。合ってる。字が見えない。まあ山内先生に、見ていただいてね。はい、そうですね。ね、いや、もうでも。税務のことは全然わからないからね、いろいろ質問したいですね。本当にマジ本当にそうですよ、うん、多分ね、今の時期ね。じゃあ先生お呼びしましょう。はい、山内先生。先生立ってやるの。そこの椅子をこっちに持ってくる。はい、こちら、これ先に用意しておくべきだね。先生もう角ですもん、ほんと角。すみません。はい、こんにちは。どうも、はじめまして、山内先生、いつもお世話になっております。遅くなりまして。はい、今本当にお忙しい時期じゃないですか。そうですね、はい、もう最近はあんまり、でも1日ちゃんと8時間は寝れてますかね。なんとか。それ寝すぎじゃないですか、先生。先生寝すぎですよ。ちゃんとギリギリ、事務所の職員に頑張っていただいてですね。私はちょっと先生じゃないんかい。今日はちょっとジャガーさんのところにお邪魔できるということで、もう時間割いちゃった。職員、職員ちょっと頑張って、頑張ってってことで、それで今日はちょっとお邪魔したね。え、ありがとうございます、先生。いつも本当スポンサーの方もありがとうございます。私もちょっと、はい、この前初めて、ジャガーさん、ちゃんと田園調布さんのあれおっしゃっていただいてるよっていうことで。そうですよ、田園調布事務所、そう、税理士事務所さんって毎回毎回、一回は何回も見てましたけど、はい、そうですね、もう優しい先生だっていうので、みんな山内先生にお願いしてください、本当に。
私の今の税理士悪かったら山内先生に変えるわマジで、うん、ジャガーさんジャガーさん資料資料まだわからないんだよまだわかんない変わったばかりだ。じゃあ答えは、じゃあ前まで法律決められたけど、そのそれぞれの税理士事務所でやっぱ変わると、はい、で人で変わると、はい、なるほど。そういうあと結果の言うとこは木下先生みたいな、ね、それが答えです。はい、はい、これがですね今ツイッターコメント2つしまして、はい、これですね、はい、じゃあ今一斉したいと思います。はい、大志くん、こちらの番組の場合ですね、こちら、マレショップさんの方から出していただいてる、和風小物合ってるか、うん、アイコスホルダーであるとかパスケースであるとかですね、そういうのの新商品もいっぱいあります。今日ね、あのマレーショップさんから送っていただいたね新商品を持ってきたんですけど、車の中に置いてくるっていう、もう最悪のミスをしました本当にもう今日だけは絶対に持っていこうと思って完全に車の中に置いてくるっていうね、一番してはいけないミスをしたね。もう来週にはもう間違いなく新商品が出るんで、はい、すいません。はい、こっちはね、あ、もう出してた。はい、教職人種という漫画でですね、こちらの方が、竹書房、コミックガンマの方で、各ウェブマガジンですね、で連載中でございまして、3月27、4巻が出たところでございます。はい、4巻ね出たところでございます。で、予定では7月に5巻が発売となります。で電子版も発売中なのでぜひ読んでみてください。いろんなことがありましたということで、はい、ちょっとここで一発 CM やっとこうかな。あ、そうなんです、はいはいはい、ね、ここでごめんなさい、ちょっと遅れちゃいましたけど、ちょっと CM を一発ね、はい、ご覧になってください。ピヨシさんです、どうぞ。これがね、うちのサポーター兼スポンサーさんなんですよ。この番組も支えてくれるし、お店も支えてくれてるというね。お店もなんですね。ほら今あのジムって言ってもさ、大体あのビルのワンフロアでやってるファニータイムとかさ、ボディフィットとかあるよね。ああいうとこが多い中、ここはあの昔ながらのジム。あ、へえ。だからあのビル1棟が全部すごい。あ、感染対策もして。そうもうビル1棟ってあるんですか。そう、ビル1棟、ね、もうそこが全部がジャグジーがあったり、あ、なるほど、ゴルフができたり、昔タイプなんだけど、昔ってそうだったんですね。そう、お風呂だけで何種類やったかな。でプールも2つ3つあるんだよ。あ、すげえ。そうなのよ。だからそこね、ぜひね、もしチャンスがあったら行って。しのぶちゃんも、はい、今どこ住んでんだっけ今。いや、言うんすか、それ。まあ、いいんですけど何でもかんでも言い過ぎじゃないですか。全然いいですけど、個人情報、個人情報大体広く、はい、広く言う、広く言うと、渋谷の方なんで。あ、渋谷の方ね。はい、あ、じゃあ大丈夫ですよ、行ってください。あります。あ、本当ですか。豊島区ちょっと遠いないや、頑張って、そろそろ頑張ってね、車ぐらい乗れるようになりたいんで。今車なの。車持ってないの。持ってないです、まだ。あ、そうか、まだタクシーとか。はい、生意気なんで乗りたい車があるんで、それまで我慢しようと思って、なんか一瞬違うの行こうかなと思ったんですけど。乗りたい車は何なの。乗りたい車はやっぱでかい車乗りたいんで、ブルトーズだとかね。ブルトーズはでかすぎんでしょ消防車とかね。いや、おかしい、特殊免許欲しいじゃないですか。誰が特殊免許取るんですか、このタイミングで。モテると思うけどな。いや、モテないですよ。で、現場に遅刻するでしょ、絶対それ。スピード出ないです話題にはなると思う、ね、話題にはなりますね。でも、うん、すごいいい名前だなって、最初にだから久しぶりに会った時に、うん、この名前になったって聞いた時の、うん、あ、すごくいいなと思いましたよ、ね。うん、だけど自分の中で馴染みがないから、どうしても塩田君ってね、長い付き合いだからこそそういう風に言うの方が楽だ。ごめん、ちょっと真面目な話ばっかり言ってた。個性死んでない。さんまさん、死んでない、さんまさんになってもらった瞬間で、ね、本当申し訳ないんですけど、一本 CM だけ挟ましてもらっていいですか。その間にちょっと落ち着いていただいて、お水飲んでてください。はよ、言え。山手鹿さんの CM ご紹介します。どうぞ。マチが言ってくれてます。今日はいろんなところを案内してもらおうかなと思っております。治療室に行きたいと思います。来てください。あれ、こんにちは。どうも、私のいつもお世話になっている出口先生です。ご挨拶お願いします。はい、赤い水星の D です。いつもありがとうございます。ここにもモニターありましてですね、すごい、これデジタルで患者さんの情報が出ていると思います。出口先生がいつも患者さんに心がけているのはどんなところですか。はい、
まあ、あの痛くない治療をするというのは、まあ、当然のこととして、まあ、こういうご時世でもありますので衛生面とかそういったことが大事かなと思います。本当にね、やっぱこの山手歯科クリニックさんって清潔感がすごくてですね、してもらってる側は本当にお世俗の空間だなって思う。皆様にご一緒のメッセージをお願いします。これは、もうちょっといろいろ喋ってほしい空間ですので皆さん、皆さんアットホームです。お店の名前ってリトルヤミーだけですか？リトルヤミーだけです。あ、これ沢口先生でしょ？沢口先生、違う、あの、はい、さすが今日のゲスト様、いらっしゃいました。リトルヤミーのゆうき様です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございます。すいません、今日お忙しいで。お忙しいっていうか、あの、忙しくなる直前じゃないですか。そうですよね。なんか時間オーバーしないようにしっかりやって。で、じゃあ早速なんですけど、自己紹介の方からお願いしてよろしいでしょうか。はい、お願いいたします。浅草橋でオムライスの店をやってます。リトルヤミーのゆうきと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、さっきあのちょっと話してたんですけど、もともと役者さんやってたんですね。あ、いきなりそのですか。言っちゃってよかったね。こうね、履歴からこう遡ってくれ。あんまり言ってないんですけど、役者やって、もともと料理人になりたくて、ちっちゃい頃から。で、大学入った時にあの料理人目指してる中で役者の道に出会っちゃって、その、言っていいのかな、付き合ってる彼女が役者で、付き合ってたかで、まあ、今もありますけど、でその時に舞台見に行って、あ、すごいってなって、僕も一気に魅了されちゃって。彼女じゃないですか、舞台、両方で、僕もやってみたいってなって、そのまあ料理の道もまあ目指しつつ、舞台の道も舞台俳優の道もやってたっていう話ですね。で、まあどっかで区切りをつけたってことですよね。そうですね、やっぱり舞台俳優じゃ食えないので、ずっとその飲食店でバイトしてたんです。その、まあ、言っちゃですけど潰し聞くじゃないですけど、その何かあった時のために料理に行けるように、で、まあ、舞台メインでずっとやってて、飲食店でバイトしてて、ただずっとこれ続くのもなと思ってそうっすよね。で、僕の中でよっしゃ、30歳になった時に、舞台で食べれなかったらもうきっぱりやめようと思って。あ、なるほど。で頑張ってたんですけど、29になった時かな、舞台出た時にやっぱり全然お金もらえなくて、バイトずっとバイトしてて、これダメだと思ってもうきっぱり諦めて、もう料理の道にもう一本に絞って入った形です。そうですね、20、30手前とか。そうですね、もう僕らもね、役者の知り合いもすごいんですよ。僕もその時まだ僕海外留学してて、演劇学校行って、でグループ組んでやりだして、ちょっとお金稼げてたんですよ。だからたまたまその29か30をこう乗り越えた時期があったんですよ。で日本帰ってきたらまた全然売れなくなる。どっかで区切りつけない、もうどんどんでもね、ずるずるいっちゃって。でもそれで、じゃあ辞めてどっか修行出たとかじゃなくて、もう修行期間はでも舞台役者さんやってる時はもう修行のうちに入ってるんですよね。いや、まあ一応飲食店で修行してたんですけど、これさっき言ってなかったんですけど、辞めて29で辞めて、友達に相談したんですよ、この飲食の道行こうと思う一歩で、そしたらその時に友達がフランス行きなよって、いきなり言われて、で僕も なぜかノリでフランス行くわって言っちゃってそうなんですか。そうなんです、そうなんです、そうなんです。で1年間、フランス語勉強して、あ、それ海外でフランス語勉強したの？日本で。あ、日本で。お金もなかったんで、その渡仏費を稼ぎながらフランス語1年間勉強して、何の知り合いもいないんですけど、フランスに行くわって言って本当飛んじゃったんですよ、フランスに。マジですか。で1年間そこで料理修行してっていう。あ、そうなの、パリで。そうです、パリと、あとリヨンっていう大きい町なんですけど。リヨンもまた料理有名ですよね。あ、調理人の方よく行きますよね、リヨン。パリはどこで修行したの。パリは今はもうなくなっちゃったんですけど、そのなんだっけ、大聖堂。ノートルダム、の近くにあったそのフランス人向けの日本フレンチを出すお店っていうのがあって、フランス人向け、ああ、なるほど、和が入った、そうです、和が入ったフレンチを出すお店っていうのがあって、そこで
修行させてもらってで、シェフはフランス人なんです、日本人の人、両方いましたね。あ、でも基本もフランス語なんで。そうですよね、もう全然何言ってるか分かんないですそうですよね。でもまあそっか、でも1年でもね、うん、働いてたらそっか、専門用語多そうですもんね。超そうですね。逆にでも普通の会話はできないんですけど、その料理用語はめちゃめちゃ覚えていったんで、だから単語でなんかショーとか、なんかビアンキーとか、そうよく知ってますね。あとあっちにいて1年経てば、まあ、それなりにはそうですよね、生活できますよね、できるようになったかなとは、はい。確かに向こうって今もそうかわかんないです、フレンチに和のテイストを入れたのかな、まあ、ちょっと流行りだしてる時ありましたよね。ありましたね、そうなんですよ。そうそう、面白いですね。それでまあ、インターネットとか、まあ、ホームページの方で、はい、欧風カレーとかってそういう意味で欧風ってつけてる、はい、そうですね。その時にやっぱフレンチで学んだのが、その洋風の出汁の取り方だったりっていう、出汁取るんですか洋風って。あ、もう全然取れますもちろん。全然詳しくないです。出汁なんだって日本和食だから。日本和食だとカツオとか、いりこ出汁とかそういうのあるんですけど、洋風だったらその骨とか、子牛の骨とか、そうですそうです。ああいう取り方をすごい勉強させてもらったんで、まあ、それが生きてるかなって。そんで日本に帰ってきて、すぐオープンしたん。帰ってきてやっぱりお金なかったんで、結構勉強して、そのお店やるにはお金がいくら必要だって、もう、そうそうそう、ね、うわマジかと思って、でどうしようと思って、じゃあお金貯めるならもう割り切ってお金いっぱいもらえる飲食店で働こうと思って。修行にもなりますしね。そうですね。だからその結構大きい株式会社 の、 飲食店で働いて、もうずっとお金貯めて、へ、5年ぐらいかなやらせてもらって、まあ、でももう調理歴じゃもう長いっすね。そうですね、バイトを含めればですけどバイト含めれば20、今僕40なんですけど、22年。あ、もうほぼ極めたぐらい。いや全然ですよ、全然です。そっか、終わりがないですからねへー。でオープン今年で3年目。と3年目、2019年の頭に開いた2019、2020、2021、3年目ですね今。はい、飲食店でね、1年目でだいたい結構潰れたり、ね、そうなんですよ。だいたい言われてるのが1年目で3割で3年目で半分がなくなるって言われてるんで、正直厳しい業界ですよね本当に。そうっすよね、厳しいですよね、はい、3年でも今年3年目いけそうですか、大丈夫ですか。おかげで皆様のおかげでなんとか乗り切れそうです。まあ、ね、コロナはもう影響もね、いろいろあるかもしれないですけども、はい、でもすごい人気あります。ホームページを早速出していただきます。なんかね、メディアですごい取り上げられてると。なんで食べログあれなんかリトルヤミさんのホームページありますか。ホームページもあります。食べログも、まあ、でも同じぐらい内容は、はい、充実してるんで、はい、で浅草橋駅から4分。はい、あ、浅草橋駅から4分。そうです、ここから蔵前からも7、8分。浅草橋と蔵前の間ぐらいですね、ちょうど。あ、行こうかな、今日行こうかな今日行けるかな予定がある。でなんかね、僕は最初情報もらった時に、はい、カレー屋さんだと思ったんですよ。はい、できる。でもメインがオムライス。そうですね、最初はカレーとオムライスの二足のわらじだったんですけど、もう初めから二足だった。そうです、でもうほぼほぼそのオムライス、オムカレーかカレーライスか、全部にカレーかかってるんですけど、ご飯が白いご飯なのか、いわゆるオムライスのケチャップライスなのかっていう差があるんですね。なるほど。で最初は両方同じぐらいやってたんですけど、いつの間にかもうオムライスが 95% ぐらいで、カレーライスもほとんど頼まれなくなっちゃってあ、そうなんですか。もうほぼオムライス専門店ですねオムカレーか、オムカレー専門店になりましたでも例えば今こう写真とか出てると、はい、さっき言ったそのヨーロッパ、フランスに行った
もののなんかこう、はい、なんかやっぱこう部位あの出汁取ったりとかやっぱいろいろあるんですか。そうですね、やっぱそのメインのカレーの出汁を取るときにやっぱその牛筋だったり牛の骨だったりっていうのをいろいろ使ってその出汁取ってやってます。はい、普通のインドカレーとかだと あんまり出汁取らないんですね。そのスパイスにいろいろその味付けしてっていうのがメインなんですけど、カレーで出汁取るいわゆる欧風カレーっていうのはそのスパイスよりもその出汁の美味しさの方が勝負なんで。でも フランスってでもカレーってないですよね。カレーはないです。インド人で言っていいのかな、あっちの人がまあお店やってて、はい、でも、欧風洋風要するに日本で作った言葉みたいなところあるんですよね、はい、そうですね、そうですね、出汁をヨーロッパのフレンチの料理から、うん、まあ日本で育ったカレーを合わせて欧風カレー、へー美味しそうですよね。美味しいですよ。ギャル曽根さんが以前いらっしゃるときに、あ、そうなんですか。デカ盛りで企画でいらっしゃるときに食べたときに無限に食べれるって言われちゃってでちょっともう青ざめちゃって、あのギャル曽根本当に無限に食べちゃうんで。そんなに食うんですか、やっぱり。いや無限に食う。無限ブラックホールじゃないですか。へえ。でもそれなんか大盛り企画とかもすごいやってますよね。8キロの8キロそのマックス鈴木さんっていうか、今まで一番多いのお皿がもう多分この机ほぼこの机にこう8キロって大体15人前ぐらいですね。15人うわ、僕あのトレーニングやってるんで8キロはあれのトレーニングだなと思って、もうあんなんで食えないですよ。ダンベルで考えてます。そう、あれ丸々です。あのトレーニングは8キロか。うちの子が今1歳半で大体8キロなんですよ。だその子も丸々って感じ。子供一人食べてる。そうそうそう。怖っ。さすがなんかあのメニューとか見ましょうか。ね、これめっちゃ美味しそうな。カレー今流行ってますよね。ブーム、でもっと前からなんですね、それともカレーって。インドカレー、スパイスカレーが多分2、3年前ぐらいから。カレーってでもそんなになんか種類あるんですか、ね、まあ、いわゆるスパイスカレーか欧風カレーかって多分2種類だと思います。あ、で、今すごい来てるのは、いわゆる下北沢とかそうなんですけど、スパイスカレー。あー、すっごい流行ってますね、今。あのスパイスの組み合わせによってどんどん味が変わる。多分そのお店によってそのオリジナルのスパイスの調合があってっていう。で大きく2種類あるってことなんですね、うん、なんとなく僕カレー食べるときになんかすごい疲れたなとか、うん、なんか元気になりたいなって言ってなんかカレー食べるんですよ。やっぱそのスパイスってもう半分薬膳なんで、そうなんですね、そう体の調子を整える効果が多分そういうことだと思いますよ。体が欲してる。そうそうそう。無意識に取ってるから。そうですそうですそうです。へえ。すごい。カレーすごいですね。そうなんですよ。でもあのメニューめちゃめちゃこの野菜、これ僕野菜いっぱい入ったカレーが好きなんですね。これ女性にもうダントツ人気ですね。もう。オムライスはベースをカレーと林から。一番大人気でやっぱその野菜のカレーですか。一番は野菜ですね。これで結構取り上げていただいたのが大きいですね。あ、そうなんですか。もうきっかけがあるんですね、はい、そういうの取り上げられるとかで。そうですね、まあ、この商品もそもそもその野菜カレーやってたんですけど、野菜オムライスかやってたんですけど、嫁さんに少ないって言われて、野菜が。あ、でも分かりますそれ。少ないって言われて増やしますって言ってどんどん増やしてたらお客さんも喜んでくれて、あ、なんか前より増えてるみたいな。でどん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 増やしてたらすごい量になっちゃって、でも野菜多いの嬉しいですよね。そうですね、やっぱこれ喜んでもらう。1日分の野菜が取れるんで、これで。あ、そうなんです。すごいいっぱい入ってます。オクラとか、オクラがカレーに入ってるってなかなか。合いますよこれ。合います。合うんですよこれは。いいな、カレーって何でも合いそうですよ。納豆以外何でも合うんじゃない。でも僕やったことないですけど、やる人いますよ。いや、ありますよね、どっかで。僕がやったことないですけど、まだ聞いたことあるけどね。納豆は合うのかな。他にも下の方ずっといて、闇オムカレー、あ、これもチーズに乗った。これチーズ目の前でお客さんのところにバーって炙るんで、みんなもう動画に撮って、わー
美味しそう。すごいですよ。え、ゆうきさんが火炙るの？アルバイトの子ですね。あ、まあそうですね、はい、忙しいですね。厨房僕一人なんですね。そうですよね。そう、アルバイトの子にお願いしてちょっと炙ってもらってって。牛すじ、あれ、あ、頬肉ですか？あの、これ頬肉です。ドーンと乗ってんのが、やっぱあの部位に、牛の部位によって味とか全然違うんですか、肉とか？あ、もう全然違う。その硬さもち、そのやっぱ動かしてるとか動かしてないで、その焼いた方が美味しいのか煮込んだ方が美味しいのか、いろいろあるんで、まあ、頬肉に関して言えば、あの煮込めば煮込むものが美味しくなるんで。あ、そうなんですか。すごい、もうすごい煮込んで、もう柔らかくして、やべ、食いたい。美味しそう。頬肉か。あ、デザートクリームブリュレ。そうなんです。あ、もうこれは書いてる。もうそのそうです。あ、そうなんですか。やっぱフランスから、フランス人のそのパティシエに、アメリっていう映画があって、あ、ご存知ですか？知ってます。もう何回見たか。あれに出てくるクレームブリュレのレシピ教えてやるって言われて。マジですか？パティシエから。そうなんですよ。教えてくれっつって。え、もうこう書いといた方がいいんじゃ、アメリのパ。書いときますね。これもすごい人気ですね。あ、だってあのシーンすごい良かったですね。こう割って有名ですよね。めちゃめちゃ有名なの、うん、美味しそう。あれ、アイスクリーム、バニラアイスクリームですか？そうです。合うんですよ、これがまた。フランス、もうフレンチじゃないですか、ほぼ。いやーって言ったらフレンチの先輩に怒られちゃうから。いろ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 あるんですよ。料理界もいろいろある。へえ。じゃあおすすめ、まあ、全部おすすめでしょうけど、一番売れ筋が一番それ野菜ですか？でも野菜ですね。一番何がおすすめって言われたら野菜のオムライスですね。まあ、僕もこれか、さっきの頬肉のってやつどっちか食べたいですもんね。でお客さんの層で言うと、はい、あの女性客の他にさ、男性客の他に、今は46で女性の方が多いですね。前は64で男性が多かったんですけど、コロナになってそのテレワークが増えちゃって、でサラリーマンがすごい減ったんですよ、でその代わり、まあ、女性の働いてないお客様、その問屋街に買い物に来たお客様とか、買い物のそうです、あとそのデートだったりっていう女性のお客様が結構増えて、今は女性の方が多いですね。女性に人気があるってすごいですね。まあ、インスタ映えとかしてんじゃん。これインスタ映えしますよね。インスタめちゃくちゃ狙ってます。そうなんですか。めちゃくちゃ狙ってます。まあでもただ今ってなんか飲食店だけしますっていうのだけでも難しいんですかね。インスタとかそう、ね、SNS もいろいろ絡めていかないとみたいな。多分やっぱりSNS の拡散力すごいので、やっぱりメディアでも取り上げていただくのが SNS 始めが多いので、うち、へえ、あれ見たんですけど言っていいですかとか。へえ、すごいっすね。今も本当頼ってますね、SNS。やっぱいろんなもん駆使していかないと、やっぱその時代時代にの、ね、流れに乗っていかないとダメっていうのもあるんでしょうね、うん。今日 T シャツはカレーイメージとは全然違うんですね。これは全然関係ないですね。先月オムライスかカレーイメージしたとかじゃない。先月買いに行って息子に選んでもらった。あ、息子さんセンスあるよこれ。めっちゃ可愛いじゃないですか。パパこれって。可愛いって言って。可愛い。可愛い。はい。ね、例えば今何種類ぐらいあるんですか、カレーは。種類は。何し10カレールーは全部一緒で、で具材によって味が変わる、野菜が乗ってたりお肉が乗ってたりっていうので変わって、それでも十何種類あるのかな、メニューで言えば。新しいメニュー作ろうとかってもあるんですか。新しいメニューは組み合わせみたいなのか。今考えてるのその、まあ企画もなっちゃうんですけど、その激辛とか。辛か、夏ですし。え、っていうか、カレー屋さんに行って辛さのあれがあるじゃないですか。はい、あれでやっぱ辛いの選ぶ人多いんですよ、激辛みたいな選ぶ人。うちがもともと辛くないカレー屋なので、あの
あんまりそういう方はいらっしゃらないんですけど、たまにその一応トッピングでその激辛パウダーを用意してるんですよ。激辛って言うのも本当想像をはるかに超えた激辛、その唐辛子とかそういうレベルじゃない、ハバネロ以上、もう全然ハバネロの多分何百倍、キャロライナリーパーっていう、初めて聞いた、今日持ってくれば分かったんですけど、なんかアメリカの女優さんみたいな名前ですか、キャロライナリーパーみたいな確かにそんなのあるんですか、があって、もう一さじ入れるだけでも超激辛になるっていう、え、そんなに植物ですかそれ、唐辛子です、唐辛子の一種なんですけど、でもたまにそれをなんか3杯入れてくれとか、それ全部食べきって帰るんですその人、大体そういう人食べきっちゃいますね、こっちでも何回も聞くんです、本当に辛いですよ、本当に辛いですよって何回でアルバイトの奥にもう一回聞いてきてって言って本当に辛いですよって言ってうるせえとか言ってあ大丈夫ですって言ってすごいすごいよ、ね、辛いのだけは僕絶対ダメです、ね、ダメ、僕も鶏辛はいいんですけど、はい、僕はよく思うんですが、カレー屋さんとか行った時に、はい、ぜひラーメン屋さんでもいいです、あの辛さが言われる時あるじゃないですか、はい、あれ世界基準にしてほしいんですよその店基準基準ですもんねだ結局なんか食べれるぐらいの辛さですから結局聞くしかないです、うん、じゃあ中辛でとか言うんですよ、うん、世界基準にしてほしいですよねすごいわかりますはい、でもカレー、まあ、ちょっと辛いぐらいが夏だからっていうのもある、うん、はい、そんな辛いんですか、激辛、この前もテレビに来ていただいて、それで、激辛でスタジオを持ってって芸能人食べていただいたんですけど、みんなもう痛いって言って痛い、何これえ、そう、激辛食べて胃とか大丈夫なんですかね、そういう人たち、大丈夫みたいなんですよね、僕らが食べるともう辛さしか感じないんですけどその皆さん言うのが辛いけど奥に旨味を感じるよねって、いや全然わかんない、全然わかんないの、僕辛すぎるともともとのその素材っていうか、作ってくれた方の出汁、はい、その味、旨味とか消えるような気がするも何も感じないですよね、ものすごいわかりますあれかな、スイカに塩かけて食べるようなイメージなんですね、そういうイメージなんですか甘みが増すとかそういうのより旨味を感じるみたいな、はあ、わかんないいるんですよ、すごい方が面白いですね、でちなみになんですよ今、はい、まあね、飲食店いっぱいあるんですよ、特に、まあ、カレー屋さん、はい、カレー専門店も最近増えだしたんですかね、やっぱそのスパイスカレーが流行りだしてから今増えてると思いますね、あと北海道のスープカレーとかでしょ、スープカレーとか、でちなみにそのリトルヤミーさんの強みってなんですか、うちはもうなんといってもその実はオムライスですね、オムライスとカレ ー、オムカレーが食べられるって、あんまりカレー専門店行ってもそのオムカレーっていうのは聞いたことないし、あとはオムライス専門店行ってもそのカレーをしっかり作ってますっていう、あ確かにオムライス屋さんないんで、もううちはもうとにかくオムカレ ー、 へー、両方とも僕が好きな料理は合わせただけなんですけどオムライスとカレーって子供に人気だからこそやっぱその愛情を持ってその、ね、美味しいものを作ろうって気持ち入るんで、それはあるかもしれないですね、そうなんですよ、自分の好きなもんだったら極められますもんね、やっぱ美味しく作ろうって思えるんで、じゃあオムライスもなんかどんな特徴とかも言える範囲だと何かあるんですか、特徴はもうとにかくトロトロ、とにかくトロトロ、へえ、やっぱそれよく飲めるってやっぱりおっしゃっていただいて、飲めるの、 それもよく分かんないんですけど、その大盛りデカ盛りとか食べる方には飲めるよこのオムライスって、へえ、でもやっぱそれぐらい卵がトロトロになってるっていうのが特徴ですね、へえ、食いたいな。そこなんで。都合つけていこう。へえ。ね、ちょっと、ね、まもなくちょっと終了になるんですけども、ちなみに最後、なんか告知とかって何かありますかね、はい、はい、お店の宣伝になっちゃうんですけども、はい、浅草橋でお店を始めて、今、めっちゃ綺麗。あ、これ店内ですね、はい。もう今3年目でなんかやらせてもらってます。で、今、こういうコロナの状況なんで、テイクアウトされる方も多いです、全部テイクアウトできます、あとは
このエリア台東区でしたらウーバーイーツなどの宅配も、うん、対応してますので、店内でもテイクアウトでもウーバーイーツでもいろいろ注文方法ありますので、ぜひお待ちしてます。ありがとうございます。お店めちゃめちゃおしゃれじゃないですか。これ女性さんがやったんですか。僕がそのイメージをその女性客に来てほしくて。そうですよね、なんか女性客が入りやすそうなんですよね。女性が好むその緑だったりおしゃれな家具だったりっていうのを多めに配置してもらうように作ってもらいました。すごいおしゃれ。じゃあ、あとホームページの方で場所もせっかくなんで。ああ、ありがとうございます。ね、じゃあ営業は月曜から休みの日とか。月曜から土曜日、日曜日と祝日がお休みです。で、ランチは何時、はい、何時ですか。11時から、はい、今閉店が17時ですね。11時から17時までノンストップでやってます。はい。それ今コロナ中だからとかってのもあるんですか。そうですね、まあ、いろいろあって。あ、なるほど。11時から17時ですね。場所が、両国浅草橋駅が近いですね。そうですね、はい、4分近い。で、道順、浅草橋駅からの道順、この大通りのところ、ね、そうです。A6 出口、都営浅草線 A6 出口から柳橋2丁目交差点に出て、交差点セブンイレブンを右に曲がり、100m リトルヤミですと。で近いですね。大通り、場所もいいんじゃないですか。大通りに面してるって。面してないんですよ。面してないですか。大通りから一歩入ったところなんですよ。あ、一歩入った。この辺りの方で言うと大吉さん、洋食大吉さんっていうすっごい老舗の洋食店なんですけど、そちらの目の前って言っていただけると結構わかる方多いと思います。はい。じゃあぜひ近くに行った方、ね、僕ももうすぐ行きたいです。で例えば店3年今年3年なんかすっごい嬉しかったのとかってありますか。なんかすっごい嬉しかったのは何だろうな。一番嬉しかったのはいっぱいあるんですけど、嬉しかったことはテレビもそうですし、でもやっぱり地元のお客様が一番かな。その高校生とかで、その結構来てくれる子がいて、でもう高1だった子が今大学生になってとか、大学受かってそのお店に食べに来るときに、その受かりましたって、来年から大学生なんでまた来ますって言ってくれたり、そういうの嬉しいですね。好かれてもいるってことですよね。だからどうなんですか。でもあるんじゃないですか。ありがたいですね。僕もなんか行きつけってことじゃない、まあ、なんかこう行ってお店の方に話すなんて、なんかよっぽど仲良くなんないかぎり話さないですよね。うん、なんかやっぱ人柄とか見ますし、うん、この人嫌だなとは二度と、まあ、いくら美味しくてもなんかちょっと嫌だなと思って行かないし、それも大事ですよね。やっぱ好かれ、愛されてるんですね、人柄。なんか明るいっすもんね、なんか親しみやすいだと嬉しいんですけど。なんか純日本人ですか。ちょっとヨーロッパっぽくないですか。めちゃくちゃそれ言われるんですよ。その大学入った時に、その東京の大学だったんで、全国から来るじゃないですか。ええ、僕茨城出身なんで、もう純茨城人なんですけど、ええ、その君沖縄だよねって沖縄から来たの。あとはそのよく言われるのが東南アジアとかそっちの南国のなんかこう混ざってる感じで言われて、めっちゃ僕が知ってる限り先祖は全部日本人なんですよ。そうなんですよ。そうなんかだから気にもなりますよね。なんかカレー作ってるし、なんかちょっとそっちの人かなみたいな。絶対インド系入ってる。入ってないんですよ。でもここすごい火傷とか料理ですか。これは、ね、全然関係なくて、すみません。子供の頃に、まあ、でも料理なのかな、その母、子供の頃の母親のような母親の料理をちょっといたずらしちゃって、ええ、まあ焼けちゃったっていう感じですね。でも何かしら料理に縁があるんですね。やっぱあるんですね。そういうことなんですよね。すごいですね。だって20歳から料理になろうって決めてて、で20歳からずっと飲食の仕事してね、うん、やっぱなんかあるんでしょうね、そういうのが好きっていうのが。多分ずっとなりたいと思ったのがもう小学生の時なんで、料理人に。前世で何かあったんじゃないの。ちょっと占いに行ってきますね。
や本当にあるらしいですよ。あ本当ですか。僕も一回たまたま前世占いみたいな、はい、まあ姉貴がそういうの好きで占ってもらったら、うん、僕の前世は大道芸人だ。その前はなんかヨーロッパでやってるこうジャグレーやってて、うん、その前もなんか大道芸人やってて、なんかもうずっとそれがなんかそういう人ってたまにいるらしいんですよ。で今役者で結局やめらんなくてまたそれ続けてるみたいな。あじゃ あるのかな。だか両人 でもそうなんです僕の父親がパン屋なんですよ。あやっぱり料理なんですよ。面白いですね。パン屋そうそうそうだ確かに。なんかあるんですよ、ね、守られてんじゃないですかもう料理のこう神様にあるんですかね。やっぱり行かないとじゃあ神様に守られてるか、うん、料理に呪われてるかそっちの方が近いかもねでも美味しそうです。僕絶対行きます。ぜひぜひお待ちください。今日か来週になるか分かんないですよ、うん、ちょっとね美味しそうなんで。さっきねなんか映像 YouTube で見たらなんかご飯にチーズかけて炙ってんのあったじゃないですか、はい、あれはあれご飯にチーズ乗せてるやつ。あれはでも あの方はデカ盛りなんで あの6キロぐらいあるのかなあれすいませんそれは普通の人用ではない。ちょっとダメですじゃあすいませんちょっとお忙しいねこれからねすごいピークタイムになると思うんですよ。お忙しいところわざわざ来ていただきましたありがとうございます。でもありがとうございました。でまた機会がありましたらぜひ、はいね、遊びに来てください。ぜひぜひ遊びに行きたいと思います、はい、今日も本日のゲストリトルヤミーのゆうき様でした。どうもありがとうございます。ありがとうございますすごいまだ全然大丈夫出るタイミングなくなってしまうゆうきさんがロシアン佐藤さんってご存知ですか。ロシアン佐藤ロシアン佐藤さんっていう多分そのさっきのご覧になったデカ盛りの人なんですけど、その人が鳥越なのかな事務所がでたまたま来てでデカ盛りで僕知ってたねよくテレビ出てたからテレビチャンピオンとかで出てたんで、たまたまそのダメ元でデカ盛りやってくんないですかって言ったらいいですよって言ってでそっからもう一気にバズってそれきっかけなんですか、デカ盛り。そうですね、その方がやって、で、デカ盛り界隈があるみたい、そこで、なんだあのお店はみたいな、ざわついたみたいで、一気にいろんな方が来て。へぇー、すごい面白い。そんなことあるんですね。あそこのデカ盛りやべえぞ、みたいな。そう、話題、すごい言われ、来るたびに言われて、なんか、すごい話題になってますよ、デカ盛り界で。で僕は全然わかんない、あ、そんな、そうなの。なんか、ゲームのクエストをクリアしていく感じなんですかね、デカ盛りクエストみたいですね。で、大体皆さん、あの人よりちょっと増やしてくれ、あの人よりちょっと増やしてくれ、負けず嫌い、負けず嫌いな人多いんですよ。すごい今までOK、それどっちの OK などっちの、ゆうきさんがもう出ても大丈夫っていう OK ですか。すいません、ありがとうございました。ありがとうございます、すいません、はい、ステップ1、アンクレマン、アレジアレジアレジエロディフェンスディフェンスクリア。On continue avec step 2. One, two, one, two. Allez-y. One, two. Change côté. One, two. Non! Non! Swing! Allez-y. One, two. Swing! はい、ありがとうございました。本日のゲストはリトルヤミーのゆうき様でした。ありがとうございます。
最後にね、面白いね、すごい。だからあの最初こうゲスト様入られる前にちょっとだけ打ち合わせするの、まあ、こういう流れで話しましょうかみたいな。その時ね、舞台役者やってたって話全然なかったね、はい、入ってちょっと話した時に役者やってたんですでも美味しそうっすね、オムカレーですか。そう、僕もそんな詳しくはないですけどね、カレーで出しとるってなんか聞いたことなかったです。欧風カレーってそういう意味だったんですね。でもね、やっぱ人柄がすごいいい感じですよね。あのね、大学卒業して行ってからね、あのうっかり報告行くのが分かりますよね。ね、あの必ず近々、今日行けたら行きたいけど、今日はもう来週は行けそうですけど、あの近々行きます、ゆうきさん楽しみにします、オムカレーね。はい、ありがとうございます。で、ね、まもなく、アズリモニ第2部の方も終了となりますね。もう、めちゃめちゃ、今日天気がいいです。ここから見ると、ね、日が差している方もいますしね、暑そうです。ね、皆さん、今週末はどう過ごされるんでしょうかね。まあね、今の、めちゃめちゃ感染者、まあ、もういい加減コロナの話も大丈夫かなって感じするんですよ。めちゃめちゃ増えてるので、ね、自己防衛、まあ、僕の考えはね、自分で自分を守るしかないなって思ってるんです。もう、最近ね、なんかよくニュースとかテレビのコメンテーターさんがよく言ってるのでね、政府が悪いみたいな、なんかよく話すんだ。なんかその話はもう疲れたなと思って、もう聞き飽きたなと。で、首相が悪いだ、なんとか悪いとか言ってね。でも、じゃあ、首相が変わって、結果一緒なんじゃないかなと。じゃあ、誰だったらいいんだよと思って。この状況を打開する方法、じゃあ、ね、コメンテーターさんがね、すごいことを言ってるけど、じゃあ、その人が、じゃあ首相になって、できんのかって。もうね、思ったりするんでね、批判のね、政府、まあまあどこの国でもね、政府批判するのはあるんですよね。納得いかなかったりするんですよ。まあ、でも誰がやってもね、今の時期変わんないんじゃないかなとも思うんですけども。であと何ですかね、なんかちらっと見たのが、今ね、感染者数でこう見てるね、それを基準に見てるのかな、まあ、重症者感染ジャスとかあるんです。もうなんかね、海外のあれかな、なんか死亡者数で見てるところがあって、死亡者数で見ると日本ってめちゃめちゃ少ないらしいですよ。で、一番多かったのはどこだっけな、インドアメリカとかな、まあとにかく日本はまあすごい少ないのでね、でイギリスだったかな、イギリスとかあとフランスだったかな、ヨーロッパの方はもうね、コロナを終わらせるというよりもコロナと共存していく社会をね、もう動き出してるみたいのがあるので、まあね、それもね、今後の一手じゃないかなと思いますし、で2回ワクチン打った人は普通に活動してもいいんじゃないかって、僕もね、そういう風に考えはね、ありでね、2回打った人がね、どんどん外を出て経済回してもいいんじゃないかなと思うんですよね。2回打った人はそんな重症化もしないとかって話も聞きますし、まあ専門家じゃないんでね、実際のところは分かんないですもん。で、逆に打ってない人がまあ在宅とか、なるべく人と接触しないとか、まあそういう家族の人とかね、それもいいんじゃないかなと思うんですよね。それがね、差別になるとかって話もあるんですけど、まあそれはしょうがないじゃんと思うんですよだってね、打ってる人と打ってない人で、まあ自己判断ではなるんですよね。まあ打ちたくても打てないっていう人もいるんですけども、ね、そこはもう結局我慢してもらうしかないんじゃないかなと思って、ね、そのコロナ、あと経済、ね、あと感染者数を減らすってやったら、ね、2回打った人がまあどんどん外で出て経済回すっていうのもね、一つの手じゃないかなと。で、まあ2回打った人がね、例えばまあ感染したとしても、そういう人が増えれば、そのうち感染する人が減ってくるんで、ワクチンやウイルスってなくなるんじゃないかなとか、もう自分でもう勝手に思ったりもしてるんですけどね。はい、ね、それでは、間もなく終了となります。アズリモーニング第2部、いかがだったでしょうか？ね、毎週ゲストさん来て、なんか面白い話を聞かせていただけるんですよね。ね、飲食店様、よくこの朝の忙しい時間に来てくれるなので、これからだってね、ピークタイムでしょ、お昼。
よく本当に来ていただきまで忙しいところ本当にありがとうございます。頭が下がります。で、また次回ゲスト来て新しいネタ教えてもらえると助かります。楽しいです。はい、それでは、終了となります。それでは皆様、ボンジョルでボンイケン、アビアントー。